皆さん、ヤッホーリクチャンネルのりくです。今日は久しぶりにセリアに来たということで、セリアで久しぶりに5分間開放台やっていきたいと思います。まあ、今日はね、まあ鬼滅グッズの収納のやつとか、お菓子作りとか、プラバン作りとか、まあいろいろ買っていきたいと思います。それでは5分間開放台スタート、レッツゴー。それでは早速、じゃあまずはプラ版の材料とかお菓子作りの材料からいこうかなと思います。よし、じゃあそれでは5分間いくよ、いくよ、久しぶり、いくよ、スタート。よしよし、ポケットに入れて、でもこれが欲しい、これお菓子作りに使えそうなやつと、これクッキーの型にぴったりじゃない、これとか、え、これもいいじゃん、待って、ここ最高、やば、ケーキとか、あ、これいい、超かわいい、こういうの。じゃあちょ、プラ版いきます、プラ版、プラ版。これだ、これ 0.2mm が最高、2枚とこれ、これこれこれ使いたかったの、これ2枚ほど、え、これ、あ、これいいね、え、やば、黒とかある、え、すごい、ここ、え、最高じゃない、ここ、はい、いいかな、このくらいで。よし、お菓子作りの材料、あ、レジン買っとこうかな、レジンの、あった、これコーティング剤、あ、え、これいいじゃん、これずっと欲しかったの、筆が汚くなった時の、え、これ、あ、そのあと、よし、うん、これパン作る時にね、いいんですよ、え、これもいいじゃん、ピンクにしよう、え、もう100均最強じゃん、こういうのあるからいいか、え、かわいい、え、これ超かわいいんだけど、これちょっと試しに1個買ってみよう、なんかこれラッピングのやつかな、多分超かわいいです、え、超かわいくない、買うでしょこれ、やば、かわいいのばっかなんだけど、セリア超かわいい、で、まあ、こういうね材料とかは違うところで買うから、こういうカップとか買っといた方がいい、え、待って、すげえ、セリア超いっぱいあるんだけど、え、どうしよう、迷う迷う迷う、迷っちゃうよ、こんないっぱいあると迷う、あ、これいいね、これ、こういうのも買っとこう、よし、じゃあ次ハロウィンコーナー行きたいの、ハロウィンコーナー、待って、すげえ、これ欲しい、ずっと欲しかったの、こういうの、あのマット、いつも普通に、え、最高じゃないこれ、マット、よし次、お、こういうさ収納のやつよくない、あ、これ買っとこう、なんかプラ版の収納とかに良さそう、え、かわいいね、待って、これロッキーにさかぶせたいんだけど、かぶれるかなこれ、一応買っとこう、え、超かわいくない、いや無理やり無理やりやっちゃう、え、かわいいのいっぱいあるんだけど、マントとかさ、え、マントとか絶対ロッキーにかわいい、え、どうしよう、これサイズわかんないんだけど、一応1個買っとこう、これとか、あ、これ、これでいいよ、多分これ大丈夫だと思う、これとか、あ、待って、時間何分だ、今結構買ってるよ、はい、残りもう1分半くらいです、急ごう急ごう、どうしよう、いや、こういうのさ、ロッキーかぶれると思う、これ良くない、ロッキー絶対いい、ロッキーはもうね、ちっちゃい子供用がぴったりですね、いいですね、あ、ハロウィンのお菓子作りがある、え、すごい、ここハロウィンのクッキー型、これ持ってる、これでいいかな、これ超可愛くない、いいですね、これカップとか、じゃあ次はちょっと久しぶりにスクイーズみたいな、すごい、これ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 、あと15秒あと15秒、どうしようどうしよう、持ってる持ってる、あ、これこれこれ持ってない、これ、いや、どうしようどうしようどうしよう、こっち見てる、あ、すごい、持ち、これ買ってみよう、待って、やばい、あと1、はい、終了、はい、終了しました、何個買えた、結構買えたと思うんだけど、いっぱい買ってる、なんかお菓子作りのやつとか、
ハロウィンのやつとか、プラバンめっちゃ買ったね。2000円普通に行くと思う。よし、じゃあお会計行きますか。果たしてどのくらい、5分間でどのくらい買ったのか。それではお会計行ってきます。はい、お会計行ってきました。見てください、この量。なんと値段は3500円でした。もう過去最高金額ですね。今まで多くても2800円くらいだったんで、もう今までで一番プラバンの材料、お菓子作りの材料がめっちゃ多かったんですけど、びっくりです本当に。いやー、お気に入りのやつとかもね、めっちゃ可愛いのをゲットできたのでよかったです。まあね、久しぶりの外出で本当にめちゃくちゃ楽しかったです。また100円ショップ買い放題見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS をフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。